こんばんは、草加塾の久保です。今回はミスター M さんね、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんからの動画に返信させていただきます。視聴者さんもぜひね聞いていただきたいんですけども、ミスター M さんと私はですね、5月5日22時から30分ほどなんですけども、 Zoom で、対談をしようかと思うんですよ。まあ、この時はミスター M さんのこととか筋トレにかける思いとか、あとノウハウとかね、今までの動画で語られなかった部分を何点か引き出してみようかと思うんですよね。でもちろん視聴者さんが、まあちょっと深夜なんで難しいかもしれませんけども、もしねご一緒してらっしゃったら、Q&A のコーナーもちょっと設けようと思いますんで、ミスター M さんからとかね、まあ私の方でもいいんですけども、求められた質問に対して回答していこうかと思うんですよね。でミスター M さんは今までガチンコマッチョクラブというプログラムの中で、この私のね速稼塾のポータルサイトの中でずっと動画の方を提供してくださいまして、それでね見てくださる方とかコメントを寄せてくださる方とか結構いらっしゃって、今チャンネル登録者数の方が75人なんですよね。今4月29日の夜8時半ぐらいなんですけども、この時点で75人です。 Zoom のライブの頃にはどのくらいの人数になってるのかね、非常に楽しみではあるんですけども、ただやっぱりチャンネル登録者数がね大きらいいってものでもないんですよ。でここで私ちょっと見ると今132話の動画見てるんですけど、コメントが9件ついてるんですよね。で再生数20なんですよ。だから2人に1人がコメントしてるみたいなね、単純に考えてそういう風な評価ができるんで、やっぱりねミスター M さん、ガチンコマッチクラブのねマスターですけども、このマスターのね M さんにかなりの魅力が集まってるんじゃないかなと私も当初から思ってたんですけども、この語り口調とかね、それから尾崎豊さんの歌を歌ったりとかね、で、動画の作り方とかお食事の作り方とか、この編集の仕方とか魚眼レンズで撮ってるところとかね、なかなかね世界観あるんですよね。ですんでこれはね、なんか言い方はちょっとあれ変ですけど、ねちっこいファンの方つきますよ。ずっと気になって見る人が、だから今のこの20というね視聴者数再生数、これがねここで今日132話で見た方っていうのは多分ねこれがね300話とか400話でも見てると思いますね。であとミスター M さんに、ちょっとね、なんというか今回の動画の中で伝えたいことがあるのはね、ミスター M さんがその100キロ体重100キロのところからこの筋トレしてるじゃないですか。これね逆にミスター M さんがこうマッチョみたいになったらね、細マッチョとかになったらこれ番組終わるんじゃないかと思っちゃうんですけどねそういう意味では適度にボディシェイプして、で適度に現状維持してみたいなことで、なるべく長くやってくれたなと思いながらも、まあでもあまり長くねダラダラとやるもんではないんで、しっかりとシャープな体もね作っていただきたいなと思います。最近ね動画のそのなんですかね、シルエットがミスター M さんのシルエットがビシッとしてるんですよね、ですからね近々また第1話の時と第100話の時と第130何話の時とこう比較図みたいなのがあると面白いんじゃないかなと思いますよね。それではですね、5月5日22時からよろしくお願いします。 Zoom のチャンネルを作っておきますので、また後ほど送りますね。それでは。